はい、美北丘陵公園に到着しました。本日の、参加メンバーの車両です。はい、今日はこの6台となっております。はい、皆さんこんにちは、ジャレさんです。今日ね、バイクドクター久岡さんの、ツーリングに参加させていただいておりますけれども、その中で前回の、リーダー主催者というか代表のね、久岡さんの、愛車 FZ750 を紹介しましたけど、今回は続きまして、メンバーさんの愛車の紹介とメンバーさんを紹介していきたいと思います。この方はね、僕と同じように YouTube のチャンネルをお持ちでして、マサハルズダイアリーというチャンネル、あと概要欄貼っておきますけど、というチャンネルをお持ちです。はい、この方の、愛車と、紹介、愛車紹介と本人紹介をした動画を撮ってみました。ではご覧ください、どうぞ。はい、それでは続きまして、BTH トコトコツーリングの、メンバー紹介ナンバー2です。オーナーさん、顔出しはなし、ヘルメットかぶった状態で OK ということですね。いいですね。はい、了解。じゃあじわーっと上げていきます。はい、オーナーさんです。はい、頭、はい、です。お名前を。はい、マサハルと申します。マサハルさん、はい、はい、マサハルズダイアリーというか、チャンネルYouTube 持ってらっしゃいますね。はい、はい、僕もチャンネル登録させていただいております。ありがとうございます。はい、ということで、愛車の方を紹介してください。まずこちらですね。はい、愛車の車種名をよろしくお願いします。はい、こちらがですね、スズキの TL1000S、カナダ仕様です。 TL1000S、 スズキ TL1000S カナダ仕様。はい、はい、何年式になるでしょうか。1998年ですね。1998年。はい、22年。そうですね、前の結構もう年式立ってますね。はい、はい、じゃあスペックの方教えてください。はい、こちらが、PSNS のフルパワーモデルになってまして、カタログ値が125馬力。125馬力。はい、で、まあ、仕様から単純計算するとおそらく140馬力ぐらいなんですが、うん、まあ、実測で100馬力出てればいいかなっていうぐらいです、ね。ああ、なるほど。はい、はい、で車重とか、まあ、どんな、はい、車重は、210キロですね。いや結構重いんですね。つ、はい、いんだけど、はい、で燃費とかってどうでしょうか。燃費が10キロ半ばぐらいですね。15ぐらいってこと。15、はい、15前後。あ、15前後。はい、はい、まあ、1000cc だからそんなもんですかね。はい、はい、じゃあこちらは何年乗ってらっしゃるんでしょうか。もうすぐ6年になります。6年。はい、でそしたら次はカスタムしているポイントがございますでしょうか。はい、ほぼ前のオーナーのままの仕様なので、はい、まあ、特に僕が大きく変えたっていうところはないんですが、はい、行動に対応させました。はい、ああ行動仕様じゃなかったわけね。そうですね、はいはい、買った時はもうかなりもうデモカーというかもう本当にカスタム車っていう感じだったので、あ、はいはい、保安装置を適合させて、マフラーも、はい、レース用のものなんですが、これを無理やり行動用に改造してます。はい、ああ、なるほど。音量ね、音量の問題ね。はい、じゃあ、前のオーナーさんが改造してるってノーマルじゃないところってどこなんでしょうか。そうですね、まあ、全塗装が特に一番。ああ、色ね。ね、はい、はい、これマルーンブラック、マルーンブラウン。マルーンブラウン。はい、色で。後ろに青いフレアが、これね。そうですね、はい、これ前の大野さんの好み。はい、あとホイールが、はい、ちょっとごめんなさい、今汚いんですけど、はい、鏡面になってます。ああ、鏡面仕上げ。ああ、はい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 、あ、知らなかった。うん、はい、それと他は。そうですね、あとはもう僕が行動対応の時に外したので、はい、あとはメッキのミラーがついてました。あ、ミラーですね。はい、はい、こミラーの方がね。はい、はいはい、じゃあ大体カスタムはそれぐらい。そうですね、はい、じゃあ気に入ってるところを教えてください。はい、やっぱり見た目ですかね。見た目、後ろから見た時のゴツさですね。この角度ぐらいですか。そうですね、タイヤの太さとか全体の大きさ。お、タイヤ太いですね。タイヤな、タイヤのサイズは幅が、190ですね。幅190。あ、太いね。
はい、このボリューミーなタイヤとこのグラマラスな、後ろ姿がお気に入りということです。そうですね。で、あえて純正の両方出しが片方出しになっているところがすごく気に入ってます。ああ、はいはいはい、マフラーが一本出しで集合になってるってことですよね。そうですね。はい、じゃあ逆に気に入らない点がありますか？やっぱり、まあ、古いバイクでカスタムしてあるっていうのもあって、はい、調子があまり良くないですね。調子が良くない、普段からあのもうたびたびコンピューターのセッティングを変えてしまったりとかっていうのがもう必要になってきます。あ、はいはい、あ、それはこっていうことは年長が悪いっていうことですか？そうですね、年長もそうですし、おそらく年長以外もそうなんだと思うんですが、はい、まあ、個人でできる今のレベルだともう年長だけになってしまうので。あ、なるほど、はい、わかりました。では、ぐるり一周させてください、はい。ま、このまま後ろから前に回っていきます、これが、車検対応にしたマフラーということと、この色がマルーンブラック、はい、そしてぐるっと回って、ま、ミラーが、あ、これウィンカー内蔵ミラーですね。そうですね、はい、あ、これ LED？ LED です。じゃあこれは後付けだから最近の LED 仕様ってことなんですよね。そうです、はい、前のオーナーのカスタムでウィンカーが埋め込みになってました、はい、これが車検に通らないんで、あ、わざわざ後から。あ、なるほど、あそこは通るんですか。これは通るってことね。はい、はい、二眼式の、丸っこい感じの、タオルですね。はい、そしてぐるりと今度左側回ってみます。はい、V ツインですね。これは90度 V ツインかな。はい、水冷の90度 V ツイン 1000cc ですね。はい、はい、でリアはリンク式の、スイングアームがついてますね。はい、はい、3丁目のタコボール、なんかよくわからんけどステッカー貼ってあります。はい、こちらが TL1000 カナダ仕様ですね、1998年式。はい、それではエンジンの音聞かせてください。はい、おー、なかなか歯切れがいい音がします。はい、後ろに回ってみます。あ、やっぱりツインらしい音がしています。はい、じゃあちょっと吹かしてみてください。あー、ここまで排気が飛んできます。はい、まあ、調子良さそうじゃないですか。はい、ということで、マサハルさんの愛車でした。はい、TL1000 ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、紹介動画いかがだったでしょうか。はい、TL1000、かっこよかったですね。はい、なかなか音もね、あの歯切れよくてね、いつもこう僕と2台でこのツーリンググループのね、あの動画を撮ってあげてるんですけれど、はい、彼にまず一発目ね、あのこの動画出てもらって、こんな感じで、まだ僕も慣れてないので、こういうインタビュー形式とか、やったことない、いつも一人喋りしてるので、こんな感じでやってみたいっていう話を彼に持ちかけて、テストケース的に参加してもらいました。はい、まあこれでね、みんな見てもらって、よかったら他のメンバーもこんなスタイルで紹介していきたいなと思うんだよって言ったら、いいですねいいですねって話に乗ってくれました。本当ありがとうございました、ご協力。また逆に彼も自分のチャンネルで同じようなことをやりたいとおっしゃってましたので、彼なりの目線でのそういうメンバー紹介も今後出てくるかもしれません。マサハルズダイアリーというね、チャンネルになります。概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧になっていただいて、チャンネル登録していただけましたら幸いです。フェアレディ Z 日産の Z33Z ですね、のオーナーさんでもあって、そちらの方の、関係の動画も上がっています。はい、バイクだけではなく、そういうね、いろんなことのお話をされておられます。ぜひご視聴くださいということで、今日の動画はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。